朝日新聞社、朝日新聞名古屋本社、朝日新聞名古屋本社ビル、朝日新聞名古屋本社は、東海地方向けに、朝日新聞を印刷、発行する、朝日新聞社の地域拠点組織である。大阪朝日新聞が1924年から、付録紙として発行していた、東海朝日を前身とする。主に、東海三県を対象エリアとしており、 通常の総局ではなく、報道センターが置かれている。名古屋本社版の紙面制作は、かつては名古屋独自で行われていたが、現在は、朝日新聞東京本社で一括して行われている。なお、大事の呪文及び総監からの合数を示す紙年は、朝日新聞大阪本社版と共用する。 名古屋本社版は全域ともセット版の対象地区となっている。2012年10月13日付をもって名古屋本社版では土曜日付の夕刊が廃止された。それに変わる形で同年10月14日付長刊から毎月第2、第4日曜日に別ずりの朝日 C を発刊する。朝日新聞社によると 読者のライフスタイルの変化と新聞販売店の労働環境改善に対応したと説明した。土曜日の夕刊廃止は地方紙では静岡新聞、東欧日報の例があるが全国紙としては朝日新聞名古屋本社が初の例となる。夕刊は一面大事横に東海イブニングと表記されている。また本来は 名古屋本社の管轄ではない富山県向けの新聞については1989年9月から2011年3月までの間東京志向が強いことを受けて東京本社発行の新聞を配達していたがその印刷は名古屋本社が担当していた2011年4月から元の大阪本社管轄に変更されているが印刷は 北陸中日新聞の金沢市の工場に委託されている。なお、三重県の伊賀、名張は大阪本社所管となる。かつては、静岡県の一部でも名古屋本社版が発行されていたが、東京本社版に統一された。ただ管轄が東京に移行してからもこれらの地域に向けた新聞は引き続き朝日プリンテック名古屋工場で印刷されている。 テレビ愛知は2009年3月29日まで長官ではフルサイズで載せていたが BS デジタルの番組表を中面から最終面に移した紙面スペースの都合で同年3月30日付からハーフサイズとなった有刊はフルサイズでの掲載を継続している2010年3月29日の紙面刷新に合わせテレビ愛知は再び フルサイズに戻り、フルサイズ面にあったギフちゃんを三重テレビの横に、はいした。広告欄のスペースは従来通りであるが、番組解説欄の写真をカットしたほか、各番組表枠をギリギリまで詰めて、紙面構成した。なお、東海三県向けの新聞は、 東京本社で制作されたものを現地印刷する形にしているので番組表のレイアウトは東京版に準じている。そのためラジオの周波数は2009年3から4月の一時期不掲載となり読者からの不評を買っていた。現在はラジオテレビのコーナーカットの下にまとめて掲載している。 朝日新聞の名古屋本社版には、一面を含めた、各面の、第三種郵便物認可のクレジット表記の末尾に、のマークをつけている。これは、名古屋本社版であることを表すための表記である。ありがとうございます。